理想の夫杉浦太陽は、妻の辻のぞみが立っている時は自分も座らないようにしている、家事を頼まれた時は3秒以内に行動する、漫画を読んでいる時は一番泣けるシーンを読んでいても呼ばれたらすぐに行く、自分の仕事は妻のメンタルケアだと語っている、言いたいことは明日言うをルールにして、イラッとしても一回落ち着かせる、息子に体がダサいと言われて筋トレを始め筋肉だけで15キロ増やした、妻ファーストがモットーで、何かできることないと聞くようにしている、プライドを持つから夫婦でぶつかると考え、プライドは玄関に捨てている、夫婦円満の秘訣は記念日を大事にすること、女性からの圧倒的な支持でイクメンオブザイヤーを3度も受賞している。